ねえです。テリーうるさい。アルファードさん入りますか。今日はね、のんちゃんが帰ってくるんで、のんちゃんのお迎えに向かっておりますが、相変わらず遅刻だな私。もうついてるわ。どうぞ。さっきくしゃみがめっちゃ出たからさ、鼻声や。さあ、のんちゃんは今日何をしに帰ってくるのでしょう。今日はね、とてもいいことがありまして、ね、私のツイッターを見てる人はわかると思います。のんちゃんおる？のんちゃんどこにおる？来た。来たよ。カメラを確認したら今、うん、おかえり。ちょっとゴミがね落ちててごめんね。おかえり。のんちゃんが帰ってきました。はい、帰ってきました。帰り。遠いな、確かに遠い。焼肉？うん、焼肉。炭を起こしてきたよ。どこでやんの？ベランダだよ。ベランダ？そうよ。2階の？2階のよ。ママちゃんおらへんかな。あ、そうなの、うん、なんでなの。あ、連れてってって。連れてってって。私はジャグラー早いけど。そうなん？のんも行ったことある？ニコと元に連れて。おい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 、聞いてないぞ。え、言ったで。そう、もうめっちゃ前やけど全然知らんもん。あー、なんか、うん、なんかあったな。買ったって。ビギナーズラックで。まあ、のんさんおめでとう。ありがとう。もう頭をよしよしくしゃくしゃでしようと思ってたけど、くくっとうからできひんすマジで。よかった。これちょっとおろそうや。ほんまに。なんで連絡あったん？え、電話でも。電話で？なんで？え、ぜひ一緒に働いてください。え、そうなん？そう。え、そんな感じで言われたん？そう。あなたは採用ですって言われたんじゃない？うん、でもそんな感じ。あ、そうなん？でも女の人やから。うん。やったから。え、ほんならその人が上司になるってこと？なんか、上司は、うん、一番上の女子を面接してくれた人は男の人やけど、うん、教育係は年近そうな女の人やって、うん、地元ここらへんみたいな。めっちゃ難しいやん、うちの近所の地名、うん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 、で、あのセブンイレブン の地名も難しいやん、うん、ここ知ってるみたいな。読めたらし、読めるみたいな。え、割と近く？そう、だから地元近いみたいな。お？え、あれ読めるって言ったら、うん、ほんまにこの辺やで。この区内やろ、ほんまに。区内やろ。区内で、あの部活とかで名前見たりとかじゃないと読めへんやん。読めへんやな。横の区内やな。すごー。そうそう。え、ほんますごいな、あんた。そういうなんか関係近いよな。前のバイト先の店長さんもさ、ここの近くの店におったよ。あ、女の人。そうもう、あれ、親戚が隣の、うん、もうすぐ歩いて10分のの町、隣町やった。で、うちの一番最寄りのそこで働いてたもんな。え、違う、言うとったん、ここにおったって。え、それは違う、それはバイトの新しく入ってくる子。あ、そうなの。なんか今年の4月からこっちに、うん、大阪に来て、あ、私の店で働くって言ってた子がここで働いてて。すごいよな。そうそうそう、出会いというか。で、そう、制服で着てて、めっちゃ地元っていうか同じ市の高校やから、うん、しかもめっちゃ珍しい制服やったから、え、もしかしてって思って話しかけたら、ここって聞いたらビンゴやって。すごいな。聞いたら、うん、近所 の同じ系列の店で働いてるみたいな。うーん、なかなかやで。で、その子も出勤してきてたらしい、うん、まあ、めっちゃギャルでした。ギャルやったん？後輩見てた。めっちゃ可愛かったです。へー、めっちゃ可愛かったけどギャルでした。
ほんで前の店辞めるときはちゃんと挨拶した。うん、したよ。店長変わったよ。うんうん、女性の店長には、ね、連絡してない。あ、そうなの。決まってから連絡しようと思ってね、うん、決まりましたって。だから連絡しない、うん、しないかんで。よかったわ。もうなんか一社しか受けてないからな。すごいよな。なんか、まあ、いろいろあったからさ、もう就職な、ママももう無理せんでいいわと思っとったから、で、ノンもな、気持ち乗らへんねやったらな、しーしー言ってもしょうがないしな、ぐらいに思っとったらさ、もう今のそのバイトしてたところではもうこれ以上だらだら働きたくない。うん。それやったら働こうと思ったの、就職しようって。なんかこれ、なんか今のその、入ってたバイト先が、うん、そこけつかまれて、うん、ほぼ社員みたいなことさせられてたから、うん、それやったら正社員して給料ちゃんとしてほしいわって思って、ね、アルバイトの給料で やっぱ長いことおったら頼られるからな。そうそうそう、だって辞めるときこけ使ってごめんねってそんな感じやった。そう、ほんまに。へえ、マジでこけ使われてた。面接も辞めるのになんか2回ぐらいさせられたし、辞めるって言ってから3月。あ、そうなん。そう、面接しといて面接して僕今日休みやから面接してて、今日来るからって。それ面接何時からどうやったみたいに聞かれる。聞かれへんねん、それが。もうその人のやばいとこで面接忘れてんねんよ。え、やば。2回ぐらい面接忘れとって、うん、でそのうちの1回私が言ったけど、うん、なんかどうやった自分でその面接の予定を入れてるのに、その日なんかいつも休みやし、なかなかやな、なかなかにやばい人やっていうか、うん、なかなかにやばいとか言ったらあかんねん。私は雇ってくれた人やからそうか。それが3月にぐらいになって、急になんか就活するからスーツ買ったみたいな感じやっけんな。そう、就活するからユニクロでスーツ買ってそう、おーと思っとったら、それからコートも買っておーと思っとったら、今度面接行ってくるからのやもんな。そう、うん、何人ぐらいおったんやろ、今週。分からん。でも最後の面接、うん、はあと2人のうちどっちが決めるから、うん、あと2人やろってことはもっとおったんやろ。私と入れて2人やった。最初はもっとおったの。そう、なんか本当は、うん、面接1回で採用かどうかって話やってんけど、うん、なんか募集が多いからもう1回しますってなって、応募が多いってこと。そうそうそう、応募が多いからもう1回します、最終面接をもう1回しますってなって、残された2人でもう1回してんな。私の方がそのもう一人の人に席やったのに、うん、席やったから不安やったんや、うん、これ超えられたらどうしよう。そうやなそうやな前の人こんな感じでしたとかってな、そのニュアンスやって言ってくれそうやもんな。そう、めっちゃ言ってくれるで、いろいろ。なんか最初面接行った時もその2人やって、それこ そのこっちが地元の若い人と、うん、女の人と、その一番上の上司の男の人やってるけど、うん、もし採用になったらこの子が教育係してくれるからみたいな。ああ、そうなんや。ことも言われたし、うん、なんかこのいっぱいランチ連れてってもらってね、ここら辺美味しいお店みたいなめっちゃいいやん感じだったから。え、制服ある？ないない、ない。なんか上にジャケットみたいなのある。うーん、基本制服。うん、サンドリューやったもん。あ、そうなんや。その女の人いいね。そう、サンドリューやったし。なんか何、都会の OL みたいなネイルショット。うん、まあマニキュアだけやったけど、地味なネイル OK 感じか。でもなんかその上2人ぐらい女の人、うん、若い女の人ってほんまに年近かった感じだったから、うーん、全然。で、なんか11人ぐらいしかおらへん。あ、そこそこな。あ、そうなん。なんか、まあ、子会社のまとめ、うん、子会社をまとめて全部総括しとる本社やねんけど、うん、なんか11人、20人おらへん。めっちゃでも子会社3つあって、なんか従業員400人近くおるから。すごいな。なんかめっちゃ忙しいよって。普通の自分よりすること多いよ。そうやろな。ワンフロアじゃ。そうそうそう、でもそう。なんか、この全部のところの人事、うん、総務を全部やってる。経理とか全部。まとめてな。すごいね。それの人事です、私は。人事部か。人事も総務もな、私全然希望なかった。うん、なんか応募は一応総務のページから応募してんけど、うん、なんか総務か人事か希望ありますかって聞かれて、うん、何が何かわからんかったから、うん、特にやりませんって言って面接したんやけど、うん、なんか、うん、さんは人事の方が向いてると思う。これ舐めちゃったあなたは人事の方が向いてると思うよみたいな風に言われて、人事で採用を進めたくないみたいな、勝手にそうなんや。言ってみたら、でもママがしてきたようなことをするんやろな。
ママもそうやったもん、総務で、総務の中に人事もあったから、両方経理、経理もしとったし、パソコンやろ、パソコンもやし、人が入るやら採用の手続きやら、そういう書類揃えてとか、子供生まれたとか祝い金とかそんなことしとったから、あとはもう企業説明会とかの準備とか、そんな感じだし、で人事やったら、SNS とかの広報の活動もしなあかんみたいな、だからなんかそういうのもよくよくは考えてるからみたいな感じ、力貸してねみたいな、なんかすごい取ってた方がいい資格とかありますかとかって聞いたら、なんか PAT って、ここを押したらこれがこの処理がされて、でこの処理に進んでみたいな、この自動化するシステムをちょっと今取り入れようと考えててみたいな、いや私そういうのプログラミングみたいな授業やってたから、もうちょっと頑張ればできそうちょっと頑張ればできそう、そうなり、そういうシステム系の勉強とかも大学でちょくちょくしてたから、まあまあいけるんじゃないですか、生かされそうなんやね、パーコとか得意やし、情報処理系な、エクセルとかも、毎回やってた、自分お手の物やな、でも資格持ってないからな、ちょっと不安やって、なんかやっぱ資格がないとさ、なんかあれやん、証明ができへんよ、そうやな、何ができるっていうさ、でも自分でも過信しすぎたら分かるからさ言われんよな、そう、もう苦手ではないですみたいな、あれは書いた、なんかトーエックとか受け取ったんじゃん、あ受けてたけど、トーエック書けるのがなんか600点とか700点以上みたいな、500点のやつ書いても意味ない、あそうなんや、書いとこうかなって思ったけど一応、500で意味ないんや、ママ300ぐらいやからなそう、ママそれぐらいねそうな一生懸命勉強した、そうかそうか、楽しみだな、そうやね、でオフィスカジュアルやん、買わんとほんまやな、そうユニクロとか GU とか明日行こうかな、癖のないシンプルな、そうそうそう、お洋服な、でも明日では月曜日に来てって言われたけど、その月曜日に来てもうオフィスカジュアルでいいよって、オフィスカジュアルでいいよ、難しいこと言うな、スーツでもいいけど、そのオフィスカジュアルシンプルな感じの服で来てくださいって、そうなんや、どこで買うん、ユニクロとりあえず、そうで、パンプスがさ私めっちゃ履けへんのよ、石痛まるんやろ、そう泣きそうになってくらいのパンプス、大阪のローのやつでいいんじゃん、え、ちょ、ローのやつやね、ローのやつで、そうなの、ローを履いてる私は、GU で買ったやつ、でもサイズ合わんから、いや、スニーカーでいいって履き替えたらいいんじゃん、え、そうやね、そうしてんねん、いつも、やねんけど、なんかもうそのめっちゃ重いね、そしたらカバンがえ、ロッカーとかあるやろ、あるけど、置いとき、お金もったいないやん、置いときちゃうよ、会社のロッカーよ、あ、それはそう、でもまだないやん、まだな、そうやな、だから中学生ぐらいから履いてるローファーを履くかなって思ってえ、あれまだ持ったん、え、黒の GU のやつ覚えたん、なんかここにちょっと金の金が欲しい、あれまだ持っとん、あれ履ける、上等なやつはすぐダメになってんな、そう、あれ履けるから、それ履いていこうかなって思って、いいやろあれぐらいやったら、なんか派手でもないし厚底でもないし、まあ慣れてきて垢抜けていたんちゃうパンプスはほんまに辛いから、しかも先ちょっと尖ってる、そうやな、多いもんな、そう、え、だからな、え、ちゃうちゃう、それの、そういうやつはママ大きいサイズにする、え、でも大きいサイズを買ったんや、だけど大きすぎて、心よ、あれ、ロンロンおい心辻ひょういち新しいな、大きい声で言うたりな部活アイス食べといてやった、食べる、頑張れ、頑張れバイバイあれやわ、ママお祝い渡すから、っていうか家で渡したら、ヒカルが気使うかもしれんから、何今渡そう、どういうこと、いや多分用意してないやん、あ、じゃあ前もらったもん、あれは、え、じゃあ一緒やったね、一緒やった、リコももらう、これ偉いやろ、私いいお姉ちゃんじゃない、いいお姉ちゃんやな、一人暮らしを始めた息子のために
もしこちゃんは炊飯器は持ってないっていうのがマジ炊飯器だってもうトアなんか絶対腐らないだから炊飯器あげようかなと思ったああ逆にそうやけど1万円したから、うん、無印の炊飯器でもな5合炊けるねありがとうございますおめでとうめっちゃしっくりしたのに入れてるやろ、うん、ちゃんとお祝いやからありがとうございますあのお手紙入ってるから読んどいて少ないけど金額あマキンいいよ財布の中にしますもうお手紙はちょっと後で読む後で読んでお金だけ席お金だけだけ残るありがとういいえ私韓国の返済がまだ浮いとったんやこれえほらこうしたらちゃんと映るよこんなにもらっていいのはいサムネこんなにもらっていいのえ全部ひっくるめとうからなありがとうあ誕生日の方が誕生日とそうか誕生日もらってないんかそう誕生日と卒業と就職とありがとうえ、使ったあれ、石鹸石鹸今使った移入するいい移入する顔まで洗いよるまあ、イソップやから全然うん洗ってますよありがとう韓国で買ったんやけど、うん、日本にも売ってるっていう衝撃なんです、うん、笑っとったな、あんた、うん、まあ、それでお洋服ちょっとでも買えたら買い、うん、あれ、あの、ほら遅くなってんけど、あの、はるみさんとさきちゃんからもらったんと、ゆうきからもらったんだ。ゆうきごめんな、今やねん。そう、持っていくの忘れてん、この前。野球であったのに。そう。これごめん。渡します。お礼を言っといてくださいね。ありがとうございます。これ、だから、これ松の時き？とはないやろ？うん。ないんだ。うん。おろしてもとはおらへんか。うん。私は途中でね、ベキッとてく。うん。で、あの、メインチャンネルも見てね。お酒あるで飲んでいいよ。氷結あるでしょ、ね、氷結私飲めないね買いに行く買いに行くお酒買いに行きます